はい、こんにちは。ワタヌマハです。はい、今日はこちらですね。うん、ライダーキックスフィギュア、レジェンドライダーシリーズの仮面ライダービールクローズビールフォームと仮面ライダーエボルコブラフォームです。はい、ということでこちらですね、2011年、はい、こちらは2018年11月。すげえ前だった。2011年、7年も前。違う違う。はい、2018年11月23日、昨日発売のこのビルドのフィギュアですね。うん、びっくりだね。ここまで出るとは思わなかった ね。もうそろそろ新しいこのレジェンドライダー、エグゼイドとか、ホーストとか、ホーストとかドライブとか、ガイムとか出てほしいんだけど、出ないのかな。なんでだろう。まさかプレ版限定で出すとか、そんなことしてこないよね。それはないでしょ。不安でございますけど。じゃあ早速開けて遊んでいきましょう。はい、ということでこちらが仮面ライダービルドのクローズビルドフォームですね。うん、これは映画に登場した限定のフォームだね。そうだね。で、うちはね、映画で登場したこのフルボトル、うん、ゴールドラビットとシルバードラゴン、うん、これしかなくてクローズビルド缶はないので、うん、ちょっと音声出せませんでした、ごめんなさい。ただこのクオリティは素晴らしいですね。うん、かっこいいよね。うん、本編にも登場しなかったのにこんなよくできてるね。一応ね、手首パーツも2つついてましたね。うん、腰部分はスカートみたいになってますね、ちゃんとね。うん、はい、足はこんな感じです。はい、手首パーツ回転シンクのポージングしてくれましたけど、こんな感じ。そうだね。うん、ショーに補足が決まったわけね。はい、ということでこちらが仮面ライダーエボルのコブラフォームですね。うん、これすごいね。すごい、もうほんとメタリックだね。うん、グリスの時もすごいなと思ったけど、これもすごいね。うん、はい、アップで見てみるとこんな感じね。うわ、かっこいい。かっこいいよね。細かく塗装されててね。いいね。すごいですよ。うん、この金の感じがね、もうほんと金キラ金だね。かっこいい。これ劇中しっかり再現されてるじゃんね。うん、でこちらには手首パーツ2つとスチームライフルがついてましたね。うん、はい、右手だけ手首パーツ変えてスチームライフルを持たせてみましたけども、こんな感じね。いいね。決まるね。すげえ。いや、本当に過去のレジェンドライダー出してほしいんだけど。本当この方がいい、その方がいいよ ね。しかもこの敵キャラも出してほしいね。本当にそう思う。やっぱり俺は地球を侵略するぜ。うわそんなことはさせない。お前は誰だ。仮面ライダービルド、クローズビルドフォームだ。クローズビルド、知らないな。戦ってみるか。なんだと、やってみるのか。おりゃ、うわ、やるじゃないか。おりゃ、うわ、おりゃ、うわ、おりゃ、おい、お前、ちょっと待ってろ。ああ、なんだ。ライフルを持ってきてやった。うわ、どうだ、お前は武器を持ってないだろう。いや、持ってる。ドリルクラッシャーだ。何、お前、おりゃ、おお、ちょっと待って、おりゃ、おお、ちょっと待って、ちょっと待って、お前、それは付属品じゃないだろう。あ、あ、まあそうなんだ。付属品じゃないものを使うんじゃないと、この野郎。だあ、しょうがない。必殺技を食らしてやろう。おりゃって負けないぞ。そうか、もう俺たちの時代は終わったんだ。ごらそんな悪い。
はい、ということで今回はライダーキックスフィギュアレジェンドライダーシリーズの仮面ライダービルドクロスビードフォームと仮面ライダーエボルコブラフォームでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画このあたりに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回でございます。バイバイ。